さんこんにちは、Cカフェ福岡へようこそ。今回はパン好きさんなら知っておきたい美味しいパン屋さん根性をご紹介します。福岡市営地下鉄藤崎駅から徒歩4分のところにある根性。こちら行った時は平日だったということもあって、比較的ゆっくり見ることができました。日によっては平日でも列を作ることがあるようです。店内には朝からたくさんのパンがお出迎えしてくれます。なんか見てるだけでも幸せですよね。ハードパンも結構種類がありました。そして思ったのが、一つ一つのハードパンがとても大きいです。惣菜系のパンからスイーツパンも。そしてこちら根性の人気パン、アンパンゾーン。こちらもたくさんのアンパンが用意されてありました。アンパンだけで種類が 4、5 種類ありました。こちらサンド系ですね。そして焼きたての商品が続々と出てきます。めちゃめちゃいい香りです。今回はゆっくり店内でいただきたいと思います。ドリンクと一緒にいただきます。購入した商品を改めて写しました。また後ほど一つ一つご紹介します。見てわかると思うんですが、種類が多いだけじゃなくて、一つ一つのパンの数も多くの方が購入できるようにちゃんと数が用意されています。そしてソルト、コーヒーやドライフルーツなども購入することができます。イートインスペースはテーブルが3つ分ありました。コーヒーは根性のオリジナルブレンドです。そして今回購入したパンはこんな感じです。カマンベールチーズとハム、クロックムッシュ、バナナのガレット、シナモンとクルミのクイニアマン、さつまいものりスティック、ダイナゴンアンパン、サーモンとアボカドのサンド、3種のナッツフィセル。以上8点を今回は購入しました。はい、ではクロックムッシュからいただきたいと思います。その前にコーヒーを一口飲んで。ここに来たらクロックムッシュは絶対に買います。ここのクロックムッシュはライ麦が生地に使われていて、普通のパンより噛み応えがあって、よりパンの美味しさを感じることができます。そして美味しいロースハムとホワイトソース、チーズがたっぷり入っていて、これ一つで満腹感を得られます。そしてカマンベールチーズとハム、全粒粉のパンにフランス産のカマンベールチーズとロースハムが挟まったチーズのとろけるグリルサンドです。パン屋さんなのに本格的なチーズやハムまで堪能することができます。とっても贅沢なサンドです。パンはもちろん、個人的にはこのチーズがたまらなかったです。さつまいものリュスティックは出来たてだったので購入してみました。見てください、このもっちもち感。さつまいももゴロゴロ入っていて、焼き上がった後にバターが挟まれているので、とても美味しすぎて驚きました。焼き上がった後にバターが投入されていることによって、さらにパンに染み込んで、少しふにゃっとしたもちもちな食感で、本当に香りも良くて最強でした。
はい、こちら大人気のダイナゴンあんパン。見てください。もう中にびっしりと粒あんが敷き詰められてあります。こちらのあんこは、三井郡三井のことぶきさんの無農薬山田錦の酒粕を中種に使用した王道のダイナゴン粒あんです。本当のあんこの甘さを感じられて、和の上品な甘さと生地の美味しさもちゃんとあって感じられる。また一見ごまが多くつきすぎじゃないって思ってたんですけど、これくらいあった方がごまの香りも感じれて、これぞ本来のあんパンって感じで、本当に人気の理由がわかります。こちらのサーモンアボカドサンドは、サンドってパンよりもだいたい惣菜の味を感じるのが普通なんですけど、これ食べた時にびっくりしたのはこの生地です。ハーブの香りが最初に感じれて、パンがめちゃめちゃ美味しいです。本当に贅沢なサンドでした。いや、これは本当に美味しかったです。そしてこの3種のナッツフィセルは、以前もこちら購入したことあったんですけど、本当にザックザクのナッツがたくさん入ってるんです。生地と負けないくらいナッツが入っていて、ハード系のパンなので、噛むことによってよりナッツの香りが一層感じることができる。香ばしさを楽しみたい方にはとてもおすすめなパンです。バナナのガレットは、バナナの甘さとくるみの香ばしさ、そしてサクサクした生地の組み合わせがとても最高でした。スイーツな感じもあるので、甘いパンで新しいものを食べてみたいっていう方にはぜひ食べてもらいたい一品です。そして最後、シナモンとくるみのクイニアマンは、ほのかに香るシナモンとくるみが少し大人なクイニアマンにしてくれていました。以上8品を紹介してきました。根性のパン生地はライ麦や全粒粉が使われているパンがとても多くて、個人的には好きなパンが多かったです。それだけではなくて、中の材料にもきちんとこだわっているのが、他のパン屋とまた違った大きな魅力だと感じました。そして美味しいパンを求めて根性にぜひ訪れてみてください。これからもたくさんのパン屋さんを紹介していきたいので、ぜひチャンネル登録して待っていてくださると嬉しいです。そしてインスタグラムや TikTok では YouTube で紹介しきれていないお店を紹介しています。気になる方はぜひ覗いてみてください。最後まで見てくださりありがとうございました。次回の動画も楽しみにしていてくださいね。